6ヶ月で結婚を決めたいならプレシアへお任せください。オンライン完結なのでスピーディーに結婚へ導きます。詳しくは概要欄をご覧ください。なおこんにちは、プレシアの木島です。今回は見た目も中身もだらしない40代婚活女性の発言に絶望しましたっていう話をしていきます。人はいくつになっても結婚はできるんですが、年齢を重ねるほど経験も増えてって、その経験が婚活を邪魔しているケースがあります。皆さん思い出してほしいんですけど、幼稚園とか小学生の時ってどんな時に人を好きになってたでしょうか？私は幼稚園の時は一緒に鬼ごっこしたりかくれんぼしていた男の子を好きになったりとか、小学生では落とした消しゴムを拾ってくれた男の子、頭がいいより足が速い男の子、クラスのムードメーカー的な存在の男の子を好きになってました。そこに親がお金持ちだからとか将来性があるとかないとかそんなの一切関係なく、一緒にいて楽しいから好き、消しゴム拾ってくれた優しいから好きみたいな感じだったんですよ。でこれがね、経験を重ねて30とか40になると好きの基準が高くなって、さらに会う前段階にもかかわらず男性の年収見た目をジロジロ見てね、この人はいいこの人は嫌って選ぼうとしてしまいます。ちなみに短期間で結婚決めたいなら、まずお見合い料は無料のところを選んだ方がいいですよ。皆さん、私は昔お見合い料を会員さんからいただいていた時がありました。でそうするとすっごくお見合いに消極的になっちゃうんですよね。でお見合いするごとに例えば5000円とか1万円がかかっちゃうと、人の心理としてやっぱり会いたいって思う人がいいわけであって、なんか微妙だなとか、かもなく不可もないなっていう人とわざわざ1万円払ってお見合いしたくないわけなんですよ。するとせっかく申し込みがあちらからあったのに平気で断るようになってって、自分が会いたいって思う人にしか申し込まないので、結果お見合いすら決まらなくなってしまいます。たまに決まるお見合いもタイプの男性なのでガチガチに緊張してしまって、もう空回りしてね、よく喋るうるさい女だなっていう印象を相手に植え付けてしまって、早々に振られてしまいます。これは客観的に見てても悪循環であって、お見合い料を取ることで会員さんの婚活を邪魔しているって私はその時感じたんですよね。ただその時はこうルール上お見合い料をいただかなければいけなかったので、私は連名ごと変えて今の IBJ を選んだっていう経緯があります。で IBJ に加盟している結婚相談所すべてがプレシアのようにお見合い料を無料にしているのかといえばそうじゃなくて、ここはオーナーがもう自由に決められるので、まあ、お見合い料が無料のところもあれば有料のところももちろんありますよ。入会金や月会費が例えばね格安だったとしても、お見合い料が1万円かかるなら月に3回するだけでプラス3万円、5回したらプラス5万円ってなって割高になってしまいます。これだとお財布とねもう相談しながらお見合いをするしないを決めなきゃいけないんで、どうしても吟味してしまって自分のタイプ条件のいい人だけにお見合いを絞ってしまいがちです。それなら月会費が少々高くてもお見合い料が無料の相談所の方が定額で婚活をすることできるし、10人と会おうが20人と会おうが追加費用はかかんないので、本気で短期間で結婚したい人には向いてます。そして皆さんが知らない事実として、婚活をしている半数以上の方は当初希望していた条件ではない男性と結婚を決めています。例えば年齢の近い初婚男性を希望していた30代後半女性は同じく30代後半の ×1 男性と結婚をしていきましたし、趣味が同じで毎年シーズンになったら一緒に楽しめる人とじゃなきゃ結婚したくないって言っていた50代男性も、その趣味をしていない女性の人柄に惚れて結婚を決めていきました。でこれ何が言いたいかっていうと、もしお見合い料が発生していたとしたら、みんなプロフィールを見た段階で自分の条件に合わないからこの人パスしていた相手だったんじゃないのっていうことなんですよ。それがお見合い料無料だったことで、まあ1回ぐらい会ってもいいかなっていう気持ちになって、実際会ったところ話弾んで、そんな条件なんかどうでもよくなって結婚するに至ったわけですよ。っていうことは、もしお見合い料が有料だったら会うこともせずパスして終わっていたご縁だったっていうことです。こう考えるとなんかゾワゾワしますよね。希望の条件ではない異性と会うにはお見合い料無料じゃないと気持ちが前に進みません。だから私は会員さんのお見合い料は完全無料にして、どんどん会っていただける環境を整えております。婚活は会えばいいっ
ってもんじゃないんですが、かといって会わなければ結婚なんかできませんので、会わないより会った方が可能性は広がるよねって考えてます。他社から移籍される方の中にも、お見合い料が有料で申し込むだけでも頭を使いすぎて疲れるからっていう理由でプレシアに移籍される方も多くいらっしゃるんですよ。それぐらいお見合い料っていうのは婚活者にとってネックになっているっていうことは容易に想像いただけるかと思います。そして今回紹介する女性は、せっかくお見合いが決まったのに自らの失態のせいでご縁をブツブツ切っているような人でした。彼女は40歳、お見合いからプレ交際には高確率で進むのに、なぜか初デートをしたら途端男性からも即交際終了を告げられてしまいます。で、同じことが3回連続で起こった場合は、必ずそこに断られる原因っていうものが存在します。で、彼女の担当者もそう感じたようで、お断りの入った相手相談所に具体的に何がいけなかったのかを確認したそうなんですね。すると今後の彼女のためにもっていうことで全てを教えてくれました。初デートの日11時半にお店を予約しているため、11時に駅で待ち合わせる約束を2人でしていたそうなんですよね。で、それが5分過ぎても彼女は現れません。徒歩10分の場所に予約したお店があったので、今だったらまだ間に合うかなって男性思っていたようなんですが、10分経っても彼女が来る気配がなかったので、電話をしてみました。で、5コール目でやっと電話に出た彼女は、それ絶対寝起きだろっていう声と喋り方で、もしもしと一言。いや、もしもしじゃねえよ、あんた寝てんのって男性は思わず言いそうになったんですが、平静を装ってね、今日11時に駅で待ち合わせって約束でしたよね、もしかしてまだ家ですかって確認すると、悪びれる様子もなくて、あーすいません、昨日接待で遅くなってしまって寝てましたって言われました。待ち合わせ時間に相手が家を出ていないって、もう絶望でしかありませんよね。11時半の予約にはもう絶対に間に合わないんで、この時点でもうイラッとしてしまいます。それでも今から急いで準備するんでお会いしていただけませんかって彼女が言ってきたもんだから、ランチ予定だったお店はもう一旦その場でキャンセルして、彼はカフェで待つことにしました。そして13時30分、ようやく彼女登場です。すみませんでしたって男性の席に駆け寄ってきたと思ったら、すぐピンポンを押してパスタを注文。えって思ってると、あのあと準備してすぐ家出たんでお腹ペコペコなんですよと。いや、そういうことじゃないから、ここでご飯食べるんだったら一言そう言ってよって男性は思いつつ、じゃあ僕もここでお昼ご飯食べますねと同じパスタを注文。ただ彼女うまい具合フォークを使いこなすことができないのか、くるくるとねフォークでパスタを巻くも、なんかスルってパスタに嫌われて全然フォークに曲げません。結局パスタをフォークですくってね、そのまま口に運んでもズルズルって人思いに吸い上げていきます。で、彼はね見事だなって思いつつ、吸い上げる時に周りのパスタの汁がねこう勢いよくペチャペチャっていろんな場所に飛び散ってたんで、ただなんかやっぱりこの人下品だし、フォーク使えない40歳ってどうなんっていう疑問が湧いてきました。そして会話は世間話とか昨日の接待の話をして、特別ね盛り上がることもなく終わりました。そして会計では遅刻してきたにもかかわらずおごってもらう気満々で、女性は一歩後ろに下がって彼が会計するのを黙って待っているだけでした。そしてごちそうするとも言ってないのにお店出てごちそうさまでしたってびっくりするぐらい上目遣いで言われて、思わず彼は吹き出しそうになったと言ってます。で、彼女はその後も話したそうな雰囲気を醸し出してたんですが、予定があるって切り上げて、長い長い彼女とのデートをようやく終えることができたようです。皆さんここまで聞いてどう感じました？お断りされるべくしてされてるよなって思いますよね。これはもうひどすぎるし残念すぎます。本当にこの人結婚する気あんのかなとか、結婚したいのかなって思われて当然ですよね。彼女の言動っていうのは、待ち合わせ時間に家で寝てるって本来はありえないと思います。しかもね、彼はちゃんと予約までしてくれていたのに。ただ彼女だけではなくて、お見合い後プレ交際にすんなり進むのに、初デートをした後ほぼ全員から断られる女性って結構いるんですよ。で、どんな理由がそれ考えられると思いますか？これを知ってるか知らないかで結婚までのスピードが大きく変わってきます。そしてここまで見てくれていた皆さんには大失敗することなくスムーズに結婚を決めてほしいので、初デート後に断られるあるあるの理由を特別にお話ししていきたいと思います。
まず1つ目は連絡が遅い。お見合いをしてから初デートをするまで基本的にはまあ1週間です。でこれ以上初デートをする日を伸ばしちゃうと、それだけでうまくいかない確率って跳ね上がるんですよね。せめてまあ10日が限界かなと私は思ってます。そしてその間は待ち合わせ場所とか行くお店などメッセージで皆さんやり取りをしていきます。でせっかく男性が2つのお店候補を出してくれて、どっちがいいですかって女性に提案しているのに、その連絡を丸1日無視してギリギリになって返信してしまったりとか、朝来たメッセージに対して寝る直前に返信しておやすみなさいって締めくくるもんだから、全くやり取り続かないし、なんかすごいイライラしてきます。この段階で男性は女性に対して気持ちがこうどんどん落ちちゃうわけですよ。そして初デートをする前にはすでに、今日あったら絶対こいつ断ろう、こんなにレスポンスが遅いんじゃこの人と関係深めるなんて無理だっていう気持ちになってるんですよ。そのためこの女性の場合は、初デートで何かしでかしたじゃなくて、初デート前にもうすでに盛大にやらかしているので、断られた原因は初デートの中にはないってなります。これ多くの女性って悪気なくやってるんですよ。そして彼女たちの言い分は、気持ちがまだ乗ってないからそんな積極的に男性とやり取りなんかできませんよ、なんですよね。あ、男性の皆さんもね、落ち着いてください。手だけはね、出さないでくださいね。女性の皆さん、男性の言い分も聞いてください。男性もお見合いをしただけで女性をそこまで好きになんかなってないですからね。うぬぼれないでください。男性だってそんな面倒くさいこと本当はしたくないって思ってるんですよ。でも自分がやんなきゃ女性は何の行動もしないって分かってるから、仕方なくどこで待ち合わせるか何時に集合するかって仕方なく連絡をしてるんですよ。こう考えると男性の方がよっぽど大人ですよね。そして男性がお店を予約してないもんなら、もうそれに対して女性はぐち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 ねちねち言うでしょ。でもそれ別に男性の仕事じゃないし、ルールでも決まってるもんじゃないんで、女性がやってもいいんですよ。好きじゃないから連絡しないじゃなくて、好きじゃなくても連絡して会う努力をするから好きになれるんですよ。好きじゃないから連絡しないっていうスタンスで婚活をしてる女性は人を好きになれませんよ。まずはそのスタンスの部分を改めてください。初デート後に断られるあるある、2つ目は全部言っちゃう。話すタイミングを間違えると、それだけで2人の関係が終わってしまいます。例えば自分は病気があって休職していたことがあるとか、子供を産むのは難しい体だって医者に言われた、できれば婿養子になってほしい、結婚後も親の近くに住みたいから同じ敷地内に家を建てたい、兄弟に障害者がいる、こうした内容を初デートで相手に伝えてしまう人いるんですが、これ絶対やめた方がいいですよ。自分を早く話して楽になりたい、これを受け入れてくれた人と次のステップに進みたいっていう気持ちがあるんだと思います。でもそれを言われた相手の気持ちはどうなるんでしょうか。お見合いを含めてまだたった2回しか会ってなく、お互いの性格とか価値観をほぼ知らない状態で、兄弟にね障害者がいるんだとか、自分は病気持ってて休職までしたことがあるんだなんてことを打ち明けられて、あ、はいそうですかって受け入れられるはずありませんよね。そんな重い荷物を急にパスされても困りますし、背負いきれません。話したいんだったらちゃんとお見合いをする前に伝える、でお見合い前に伝えないんだったら、初デートではなくてここぞっていうタイミングを見計らって慎重にそれを伝えることです。30代40代と年齢を重ねるにつれて、初対面の人には言えないことって一つずつ増えていくと思うんですよ。病気のね一つ二つみんな持ってるでしょうし、借金とか宗教のこともあるでしょう。でもそれは悪いことじゃなくて、それが皆さんの人生を作ってるので、別にね隠す必要は一切ありません。ただ伝えるタイミングとか伝え方、これを間違えると相手は受け入れにくくなるので、そこはもうちゃんと工夫しなきゃいけないよねっていうことが私は言いたいです。だから一人で抱え込むことはせずに、プロにしっかり相談して間違えないように十分注意していただけたらと思います。このように婚活がうまくいかないやり方を無意識のうちにやり続けていると、当然結婚は決まりません。婚活はゲームと同じで、攻略本これを持ってたら、初めてだとしても大きな失敗をすることなくスムーズにゴールまでたどり着けます。それを手に入れた状態で婚活をしているかどうかは非常に重要なんですよね。ちなみにこの婚活攻略本欲しいよっていう方いらっしゃいますでしょうか。今お話ししたように、お断りをされてしまう原因を自分が作っていると一生
応結婚できません。まずはその原因に気づいて改善をしてほしいです。その上で自分と同じレベルの人と出会う工夫をしなきゃいけません。例えばレベル100の人とレベル50の人が何かの間違いでお見合いができたとしても、何度かデートをして話を進めていくうちにそのレベルの差が徐々に浮き彫りになって、結局大事な部分合わないよねっていうことが分かって破局してしまいます。なので最初からレベル50がレベル50とちゃんと出会えてたら、話せば話すほど合う部分が増えていくので結婚までスムーズに話が進みます。でそのミスマッチを防ぐためにプレシアではオリジナルの自己価値診断チェッカーを全会員様にやってもらってるんですよね。精度が高く喜んでいただけてますが、こちらは非売品となってて他の相談所でも一切受けることができません。ただお金を払うからやらせてほしいっていう連絡をいただくことが非常に多いため、自己価値診断チェッカーの簡易版っていうことで婚活ランク表を作らせていただきました。ざっくり自分の立ち位置を理解して、自分と同じランクの異性はどんな人なのかを知っていただける表です。なんとなくでも自分の立ち位置を知ることできれば、今までの婚活とは一味も二味も違う活動ができることと思います。こちらすでに1万5000名以上が試していますので、ライバルに遅れを取らないためにも無料で配布している今のうちに受け取ってもらったらと思います。受け取り方法は概要欄に載せておりますので今すぐチェックしてください。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。